今回ご紹介するのは JR 西日本桜井線の難読駅です。当駅は奈良県天理市にあり、1898年、明治31年5月11日に奈良鉄道が京畑駅、桜井駅間で開業した際に設置されました。当駅は王子鉄道部管理の無人駅で、相対式ホーム2面2線を持ち、交換設備を有する地上駅です。当駅は難読駅名の一つで、駅名は天狗が住む巨大な一位の木があったという伝説に由来しています。当駅は駅本屋側が下り、高田方面の本線で跨線橋を渡って反対側が上り、奈良方面本線です。跨線橋および駅舎は木造で、開業以来のものが使用されています。長らく業務委託駅でしたが、2002年に無人化されました。当駅はイコカ利用可能駅で、イコカなどの IC カード読み取り機が設置されているほか、自動券売機が設置されています。ただし、普通乗車券用の自動改札機は設置されていません。1905年、明治38年に関西鉄道が奈良鉄道を合併し、当駅は同社の駅となり、1907年、明治40年に国有化され、帝国鉄道庁の駅となりました。1909年、明治42年に線路名称が制定され、当駅は桜井線の所属となりました。1987年、昭和62年4月1日の国鉄分割民営化により、
当駅は JR 西日本の駅となりました。2010年、平成22年3月13日に路線愛称の制定により、東路線は万葉まほろば線の愛称を使用開始しました。このホームに列車が参ります。危険ですから、ホームの内側へお下がりください。このホームに列車が参ります。危険ですから、ご注意ください。ご視聴ありがとうございました。